ショーケースの中過ごしてた、誰も彼もが過ぎ去っていた。怖かったんだあの日君に連れられるまでは。僕と同じの小さなで転げ回りくすぐり合う僕ら、こんなに君のこと好きになってた。どんな時でもそばにいて君が言う、名前はリブ、名前をディオ、君が付けてくれた名前だから、嬉しい時も悲しい時もそばにいると決めた大事な人。君が大きくなるほどに僕との時間は減るが通り、遠くに君の友達同士仕方がないよな。最近つけるその香水、鼻の利く僕にとっては辛いや。今日も帰りは遅くなるんだろうか。君がいない部屋、夢を見るあの日のまた。名前はレオ、名前呼んでよ、君がつけてくれた名前だから、寂しいけれど悲しいけれどそばにいると決めた大事な人。君が誰かと暮らすことを伝えに帰ってきた夜に、撫でてくれたね、きっと別れだね、最後にさ会えたからね、幸せだよ。名前はレオ、名前呼んでよ、君がつけてくれた名前だから、もう泣かないでよ、名前呼んでよ、あの日より大きな手で撫でてくれた。名前はレオ、名前いいなと思われた方は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。あと僕らのファンクラブサイト、ファニコン、ヨカメンというね、名前出てるんですけれども、その URL も概要欄の方に、載せておきます。そこでしか買えないグッズとかライブ情報、あとはね、生配信とかいろんなね、お得な情報盛りだくさんでやっておりますので、ぜひ、入ってみてください。あとは、ガロモンのオフィシャルツイッターで、ね、各個人がやってるツイッターとインスタグラムも概要欄の方に記載してます。ぜひ、ご覧ください。そしてね、僕ら今週の土曜日、大会のイベントでワンマンライブがあります。久しぶりの、ね、ワンマンライブ気合入ってるんで、ぜひ、チケットをまだ買ってないよって方は、ヨカロモンのオフィシャル、ツイッターからね、チケット購入ページまとめるので、あと席数わずかなんですけれども、ぜひ、見に来てほしいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。